はい、どうもこんにちは、ベルプリです。今日はですね、ヤフオクの方で出品しているスマホホルダー、各種あるんですけれども、こちらのこのエアコンの吹き出し口に取り付ける際のちょっとしたコツの方を動画でお伝えさせていただきます。取り付けに関してはね、ちょっと詳しいやり方をちょっとやってませんでしたので、補足としてお伝えさせていただきます。まずこちらに、タイプいくつってことはないんですけれども、これ 15mm 幅のやつなんですよね。ここにいろいろつくことによって形式が変わるんですけれども、幅がこれ 15mm タイプのものです。で、フェルトが張った直後なんですけれども、まっすぐね入れようとしてもなかなかちょっと入りません。これ一瞬ちょっとサイズが違うんじゃないかなって思えるぐらいなんですけれども、特にね 14mm タイプ、こちらはさらに小さくなって 14mm になるんですけれども、こちらをね入れようとすると、はまらないという、そういった印象も受けられますので、ちょっとねコツの方をお伝えします。真横から見るとなんですけれども、ちょっとね斜めにしてこういう感じでスーッと押し下げてみてください。こういう感じですね。上の方からこういう感じで入れて、でグッと下の方に下げていくと、ちょっとね最初は硬いです。 14mm タイプはそれがちょっと邪魔ですね。もう一度やります。上の方からこういう斜めにしてですね、斜めに入れてからグッと下げてやるような感じですね。ちょっと硬いです。 14mm は特に、15はそれほどでもないんですけれども、これで完成ですね。ちょっとねまっすぐ入れようとしてなかなか入らないっていう風にちょっと思われた方いらっしゃったかなと思うんですけれども、ちょっと入れ方としてはそんな感じです。これで完全に入った感じですね。こちらは 15mm タイプなんですけども、先ほどよりはね力はいらないというか、ただ上からやっぱり入れていくのは一緒ですので、ちょっとね斜めにしながら上の方を決めてから下に下ろしていくという感じでやってみてください。そうすると、簡単にはまります。今回はヤフオクの方で出品しているスマホホルダーの取り付けですね、そちらのコツの方を動画の方でお伝えさせていただきました。本来初めの出品の段階できちんとねお伝えするべきだったんですけれども、すいません説明が足らず、落札された方でねちょっとハマらないっていうご連絡いただきましたので、急遽こういった動画上げさせていただきました。ヤフオクの方で落札された商品、何か不備不具合等ございましたら、メッセージ欄または YouTube のコメント欄の方でも構いませんので、お手数ですがご連絡いただければなと思います。きちんと対応の方させていただきますので、よろしくお願いいたします。では補足の動画となりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。